つかこの前さ、君たちさ、 V は二大巨頭を押さえとけば OK みたいな風になんか誰か言ってたでしょ。二次三次とあともう一個だよ、ホロホロ。第三勢力あったんだけど、 V スポあったよね。そうだよね、マジ焦ったわ。 V スポ今ね、 こういう感じ、グイグイ来てる感じ。今は三大勢力、気になるのは V スポだからね。ちなみにで、ちなみにナウマンが箱押ししてるのは V スポです。で、その情報を立川が教えてくれたから、それ待ってね。ナウマンがヒナーノの講師でございます。お疲れっす。お疲れっす。お疲れ様です。いや、今ね結構頑張って練習してるんですけど、あ、ゴーキーなかなか通して。もしかして剣あります？いや、剣一応本当にポケットに持っとくだけしときますわまた言われますよ。いや、もう豪気でただやっぱりね、当初の感じ通り板さんは多分いけるはずなるほど、板さんの使ってるキャラには豪気相性良さそうです。お疲れ様で、最新中です。はい、どうもお疲れ様です。どうですか、プルル戦で。ナウマンコーチはナウマンはどう？え、でもめっちゃ、うまくなったと思いますおお、ナウマンはもうね、何でも箱押しというのをしてるらしくてあ、今、はい、あ、そうか、万全の構えでコーチングしてるという。ナウさんね、俺のこと結構教えてくれてたんだけど、うんうん、なんか日野さんに教えてる時の方が楽しそうよいや、でもなんかゼロストに捨てられたって言ってたよ、うん、ゼロストが捨ててるやん。でもね、なんかチャット送ったら日野さん1本で行くましでも捨てられたゼロスト、うん、日野さん1本で行く。ゼロさんが捨てられてるやん。ごめんね。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。本日はよろしくお願いします。お願いします。お願いします。で、今部屋を建ててですね、うん、そっちの皆さんに入ってきてもらうように招待を送りますので。あ、俺だけ呼んでくれれば大丈夫だよ。あ、マジっすか。じゃあラングリさんだけ呼びますんで、お願いします。はーい、はい、はい。それではまた後ほど。はい、これもうやっていいんですかね。あ、相手もう座ってるんで、いっちゃいますか。勝っちゃいますか。やっちゃえ、やっちゃえ。いやファイト。隠してもいいよ、全然。今日負けて隠してもおっ、あれなんか露出がないけどダメだみたいな話聞いたけど、かっこいいでしょ。うまい、ナイス、うまい、ナイス、燃えてる。オッケー、いいね、アシストボーン。反応若いよ、若い、かっこいいね。うわ、かっこいいね、これ。俺大好きだ、このスキル。エド行こうかな。早っ。モダンエド。ここで、いいね、コントロールできてるよ。お、対空も意識。なんか、ジュリジュードきつそうだな。いいよ。オッケー。いいね、また出てきてる。あー、全然いい、全然いい。あ、でもね、運だから、これ上手くなってるわ、全然。勝ってる、勝ってる、実際勝ってるよ。ブッパは運です。ナイス、おい、押せてる。ちゃんと落とせてるよ。お、いいね、動かしてるね、相手を。あ、いいよ、いいよ。お、いい、はい、お、いい、後ろ歩きながら反応がいい。対空やっぱできてるね。オッケー、おい、ナイス、ナイス。これ俺が教えました。来た、これ俺が教えました。東大式、東大式に、ナイス、東大式に高くに、うますぎ、うまっ。あれ、オーディー紐も使え、あれ、お前使った？いや、使ってないですよ、使ってない。すげえ、めっちゃ前、だいぶ変わったね、この2日で。これシルバー詐欺だろ、いいよ。これはシルバーじゃないな。ナイス、あ、いい、それっぽい前の取り方というか。あ、いい球、いいね、めっちゃいい球よ。
オッケー、あ、え、はい、ここ、いけ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 、やったね、あー、やったね、マジで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 、まあいいでしょう、大丈夫、ゆっくり行こう、全然全然大丈夫です、いや、いけるかな、まだまだ残ってる、わー、多分かった、いやー、惜しい、いや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 、惜しい惜しい、でもだって相手プラチだよ、一昨日とは見違える、いや、マジ見違えた、見違えてるわ、ありがとうございます、すげー、こんな変わるんだ、マジで全然違うね、マジで違う、いいよ、はい、あ、声が早いんですよね、はい、うんです、これ、ああ、そっか、なんか e スポーツは V スポって聞いたわ、なんか取っ手つけたようなんかちょっと怖いちょっと怖いですよ、危ない、聞かないで、話聞かないで、いや、危ない、 e スポーツは V スポe スポーツはなんか V スポが強いっていう確かにバーチャル e スポーツプロジェクトは CM みたいなんで、ちょっとオッケー、うまい、どうした、ハグ、うまいよ、いや、これでもいい勝負だな、皆さんのことは見たさいよ、オッケー、ナイス、はい、ナイス、ひもオッケー、いい、リード、リードしてる、いいね、オッケー、ナイス、ガード、ガード硬い、ガードがいい、ガードがいい、いいね、いい、めっちゃいい、ひも、めっちゃいい、ナイス、はい、か、いい、オッケー、やべえ、間違った、あはは、うまい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 、いいよ、いい試合作りできてるよ、ジャンプできます、これ、あー、出ないわ、あ、そう、クラシック界で、あ、ここ、ナイス、ナイス、対空が厳しい、だから、相手は、あ、いいね、はい、これ、デンスは、確かこれ一緒に飛んでていいかも、OK、おいしい、あ、しょうがない、しょうがない、ナイス、ナイス、いい、取り返した、オッケー、オッケー、いいよ、はい、うまい、おー、相手もうまいな、投げ、投げ、めっちゃいい、めっちゃいい、ミスワール、ナイスカード、あれ、フラッカーあるの、やせやせ、大丈夫よ、はいはい、オッケー、お、あ、ある、まだ、仕切り直そう、なんか引ければ、お、いい、お、うまっ、いい、うまっ、うまっ、マジか、見てる、ちょ、これどんだけ上手くなってんの、うまい、見てる、あのね、全部できるんだ、昨日教えたことなんですよ、そうだよね、そう、その2日間しかなかったもんね、2日で詰め込んだこと全部できてんな、すげえ、すげえ、モダモダしてきたな、俺、そう、モダモダで知らなかったんですよ、昨日まで、へえ、はい、でもガガンプロだ、いいよ、はい、はいはいはい、後ろ SP、 ナイス、お、ナイス、ガード、そそこまでガード、いいガード、いいガード、いいガード、オッケー、おいしい、ナイス、おお、マジ、うますぎる、マジ、うますぎる、うますぎるんですけど、あ、ナイス、え、なんか警戒してる、オッケー、はいはい、オッケー、はいはいはい、ナイス、うますぎる、落ち着いて、落ち着いて、あ、あ、いいよ、いい、いい、まあ、それでもいい、いいよ、オッケー、あー、惜しい、まさに死因が出せる、これね、これ時の運だ、時の運だ、時の運だ、でも本当にそうだ、これ時の運だと思う、これマジ時の運、
いやでもだいぶいいんじゃないこれ。そうね、しかもね、樹里戦ね、今日やろうと思ってやってないんだよな、はいはい、まだ、あ、それで、これなんで、これいけます。これね、樹里のことあんま知らないですもんね、まだ。これマジ時なんだ、そんなに。うん、でも昨日とマジで全然違う。全然違うっすよね。こんなに上手くなるんだ、全く別人。嬉しい。まあでも今の試合を見て、かなりチームメイトはバフかかったと思うから。確かに相手マリーザなんだ、うん、結局。そうなんですよね。かなりポイントも競ってるな。ナイスケダウン。よっ、うまい。お、うまい、うまい。これは相手困るな。よいしょ。わあ、いいぞ、ね、ナイス。おお、やるやん、かる。お、伸ばしてきた。いやー、ちょっと待った。お、来てるよ。いける。ナイス。おお、来た。おっと、オッケーオッケーオッケー、やっちゃった。フーリガン、あれもうリーサルの時ね、返せないからな、反応できない。意識してないともう絶対に無理ですからね、あれ。そうっすよね。あ、でも話したい、 OD タイミングが前。うわー、来た。すごい、やりたいこと。おじさん殺しされてる。おじさん殺しされてる。お、あるある。このバーンアウトは本番でもかなり起こるだろうから、いいっすよ。切り返し、うまいだん。まあまあまあ、今の、ね、いいね、いいっすね。お、いい、負けじと行っちゃいます。オッケー。お願いします。回復だ。いやー、これまだよ。いやー、今日の目標、あー、目標解説。目標解説だ。ここだけで生きてきたのに。確かに。アーマータイプきっそう、マジで。そうか、やっぱグラディウス必殺技が強いな。ストライクに噛み合うと。キャミーは M バリ刺さってる。地表系警戒されてるのか。やばい。これ。暗いすぎ。インパクトが。やばい、オジに刺さるインパクト。ナイス。オジ殺しを止める。いいよ。ドライブゲージ吸って。ナイス、もう一回。話題のシミーができてない。お、実況モード。実況してたもん、勝ってる。下も滑らかになってきた。1ゲージはある。踏み込んで前首行きたい、ね。いや、これねー。まだいける、いけない。うん、なあれ、つかなんかアメグラディエス、なんか浮き方変わった。あ、グラディウスやっぱ多いな。暴れてくるの、しらしら。ここめっちゃ暴れますね。お、
ワイ飛び。今の飛びできると強いですよね。グラディウスに巻き込まれないような。うなじを狙う飛びが。これか、タイク。これ安くなっ何もしない。わかりました。ていて。来てる。インパクト注意。インパクト注意。オーバーイエーイ。オッケー。今日の課題は。これが36歳。デルタルタトルト。回復。オッケー、回復した。回復して。こっから。また来るぞ。ナイス。いいね。取ってきた。いいね。いいよいいよ。こっち。取らない。おい、まあまあいいいいいい。ナイスナイス。この体力の時はどうするんでしたっけ？なんか動いたらこれ。おお。ちょっと強すぎて技の名前が出ない。これ。実況なら出る。モダモダしてきたのこれ。お、入り始めたぞ。立ち台系が。ちょれ。よしよし。オッケーよ、いいいいいいっすね。近めからの飛び、これいいっすね。ハンクスがハランクスがすごいすごいすごい。うわー、ホルド、ハンクスきち投げねー。インパクト、はい、今日の課題はクリア。おー、ナイスナイスナイス。オッケーオッケー、一緒一緒一緒。これワンチャン全然出てきたよ。余ってなかった。うぅー、確かに構えながら。なるほど、すいません。いや、めっちゃ良かった。ちょっと新しい課題も見えた。そうっすね。でもインパクトはインパクトは返ってた。本番でも多分来るだろうかな。でも2回も返す。でも相手の動き多分本番もこれだろうから、うんうん、データとしてはかなり良さそう。そこら辺はまだあれだね、出てないですか、ね、アナウンス出てないから聞いてみますわ。多分出てたよ。ルールの細かい取り決め出てる。メモさんが質問してたような気しません？どっかで。そう、自信のあるルーク戦試した後で確認してみるわ。ありがとうございます。さあ、この組み合わせはだいぶね、やってるから。いいよ、まあ、かなり自信があるらしいんで。オッケー、いいよ。お、はい、リーサル入りました。どこまで行く。俺は X が気持ちで凝ってる。いい、いいよ、いい下がりだった。ナイス。はい、間違えた。あ、惜しい、惜しいな、今ジャックキーよかったけどな。いいね、なんか緊張してるな。コンポった。緊張しますよね。ナイス。おー、タクル。オッケー。いいね。よし。もう2ゲージで、あっ、あ、ゼロスティー応援して、吉山さん。ゼロスティー、ちょっと今の見せればいいんじゃない。追撃入る。練習練習。うわ、死んだったこれ。おお、いやしゃ、あ、待って、これは、あ、さすがにちゃんと入れてるよな、これ。まあ、これ時の運だわ。オッケー、時の運か。ゼロスティー、忘れて。時の運が、まあ、お前のミスやだ。あ、だけどゼロスさん価値格コンボあれなんだよな。なんかできない、大丈夫。価格コンボ成功率2割だからしょうがないです。予定通りっす。2割か、低いな。まあいいよ。超うまいんだよ。価値格以外はうまいんだよマジで。いいね。おお、いい。しかしまだミスない。コンボナイス。あの、見せる予定があることになっちゃう。オッケー。あ、オッケー。おお、うん、ヒーター、ヒーター2割。ヒーター。いや、やっぱり 2割引いてる。リードしてるときは安心感がある。なるほど。ガスンだってマジでクソ上手いのに。オッケー。うまい。はい、運ぶ。
ナイスいい。ナイスアイクデル。はいはい。うまい。いいね。いいね。うまい、もう完璧だね。なんかいいよ。抹消です。オッケー。ああ、ナイス。完璧だ。じゃこの試合はもう本当に MR 2000オーバーと変わんなかったっす。嘘つけ。いや、マジですか。マジマジマジですか。今の本当に。レジェンド。今のレジェンドでしょ。レジェンド。レジェンドどうしよう。レジェンド。1試合目どうだったっすか。1試合目はまあちょっとあれだったかな。1300。ダイヤ5ぐらいあったかも。ダイヤ 5? マスター落ちた。マスターになってない。ゼロストガチャ。レジェンドはダイヤ。やばい。すごいな。やべ、止めよう。まあ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 。エンジェルエンジェル。何が？じゃあ、最低年かな。まあまあ、ドライブゲージは面白かった。まあ、インパクト食らいましたね。こいつ、まあ、インパクト食らいました。おっ、すごい、すごい要素だ。なんかさっきからちょいちょい新要素、確かに、ちゃんと使ってしてるか、タックル重ねとかも多分新要素なんだよな。ああ、そうです、あれも新要素です。やばい、こいつインパクトか。これ人読みだ。人読み。人読みだ。人読みだわ。でも返せばいいじゃんね、本番。いや、あれね、入れ込んじゃってるからね。返せんわ。あれ？じゃあ。今のラウンド最初は多分ラッシュで良かったですね。中足波動だったんで取られただけでしたね、多分。あ、はいはいはい。だから本番オーディハードにするとか。ラッシュで。本番は多分。中足キャンセルに全部インパクト。っていうかそれだな。あ、人雷はそうでしたね。人雷の方は最終ラウンドのはマジで運だと思いますわ。 OK です。本番試合中もコーチと一緒に話していいらしいっす。おっ、ああ、そうなんだ。インタビューの時だけ6人で書いてありました。試合中、じゃあ試合中いける方はお願いできれば。さあ、攻略最前線 TV シンジ。シンジさん強いからな。キャラもね。残技超強化すから。あれマイナー9になってるらしいんだよな。え、マイナー9？あ、そうなんだ。そうっす。ラッシュ、ラッシュ前だけマイナー5っす。あ、それやっぱマイナー9いいね。あれ確定取れないキャラも多分です。あぶねえ。ナイス。吉生柔軟だね。お、本当ですか。 あそこでインパクトはもう相手に合わせて試合中とは思えない怖いとか。お、普段と変わらないですね。おお、なるほど。いや、打たせた。安い安い。これでも追撃が入る系は追撃が痛いんだよな。あ、モダンの最初だけ 80% だから。もういい。よっ。いや、SA に関してはモダンで出した場合その後も 80% してるんです。あ、そうなんだ。あ、そうなんだ。映画のみって感じですね。必殺技の時だけは、最初だけなんですやるなぁ。オッケー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 。まあ、ゲージがいっぱい。泣き声みたいな。よん。かわいいっす。ナイス。出る。うわ、マジか。いや、いい選択肢やってくるな。おお、うわ、3か。いや、生きてる。あ、いよ、シンジさんのダブルラッシュ。あ、これは。オッケーオッケーオッケー。はい、できそう。ナイス。やめて。ナイス、危ねえ。あるよ。オッケー、あるよ。ワンチャン圏内で。オッケー。お、
頼む。癖あるけど、いける。よし。おお、まあ、いいね。なんだ、モダンザーギー全然強化されてねえじゃん。なんか弱くね、これは。言うなぁ。弱体化か？信じ弱体化の可能性あるんだ、これ。正直 2,3 日でボタン押し慣れるの結構大変ですから、コマンド違いかな、可能性ありますね。確かに違う技出るのすごいな。そうです。あ、みんな、あ、変わっちゃったんだ。違うよって言ってる可能性あるの。かなり違うってなってる可能性が。やってない、マイキョウ系ないもんな、前まで。これあの頭突き出そうとしてマイキョウ系めっちゃ出る。あ、へー、あー、そうか、頭突き使ってましたね、コンボパースとか。マイナキューすごいな。あ、下がるね。お前。お、お、お、わー、なっちゃった。あ、やべ。ホントにラキャット食らってる。いいよ。うわ、マジか。やる。ナイス。確認もできてる。ちょっと噛み合っちゃったか。あかん。まだ残るよな。これでかい。うわ、うまっ。あ、見に来たな。うわ、やだ。まあ、いちいちよ。まあまあ、いち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 。だいぐらい打つなよ。声が聞こえたな、今。待たれてたな。出た。やべえ、新要素だらけだ。新要素しっかり使っていくな。忘れてた俺あれ。オッケー、ナイス。マジで。吸い込まれた。暴れスクリュー。あ、そっか。これやだな。後ろ。やばい、入れ替えて。ここ読めない。まあまあまあ。もう勝ったと思ってやがるか。ナイス。オッケー。おいしい。お、これ難しいな。お、あ、そう、これもモダンだと出しやすいのか。そうっすね。あ、マイガ。あ、でも、マイナ9か。マイナ9。ゲージあるよ。うまっ。うわ、うまっ。うわ、組み投げ。ナイス。ダメんじゃねえ。オッケー。ナイス。これ残儀でも大丈夫だよね。CA だし。さすがに CA なら。ドーン。いった。二を。危ねえ。さあ、でも残儀の3ゲージ溜まるから。どこで打ってくるか。うお。ナイス。オッケー。あれ足だったよ。あ、足が先端だから。いいねー。おお、ナイス。いい。ちゃ重ねている。まあ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 。オッケー。オッケー。ああ。まあ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 。あ、でも相手バンアウトだよ。お互いバンと。どうなる。いや、向こう飛び道具注意っす。3本持ってんの怖。確かに弾打つ。なんだそれ。え、判定でっか。そんなとこ当たんの。くいー。いやー、くったー。新要素にやられた。いや、でもこれはでも
残儀を知れたんじゃないかな、うん、確かに残儀、あのね、浴びせ蹴りガードした後はルークだったら、まあ、立ち中パンが一応9フレだから、なるほど、立ち大パンは10フレだからもう絶対に当たんないね。まあまあと、よし、時の運よ。お前のそのカバー全部時の運よ。いや、ほんま勝てば OK だから。確かに、まあそうやな、練習練習、まあ明日は見とけって感じよ。そういうこと。緊張する。するっすよね。 MR 一緒だ。本当だ、確かに一緒だ。この MR でもまだレジェンドじゃないのか。多いな。新要素。あ、なんだあれ。俺がマイナスか。ナイスガード。いいよ。ナイスガード。やべえ。あれ。どうなってんだこれ。ロブシュどうなった。ああ。強引なラブーシュ活動だったか。惜しい。おいひひひ。あ、マリシナエラ。やべえ。ナイス。え、おお、うまい。あれ？ボディストリート防具？多分発生と早い技じゃないとダメなんだろうな。なストリボーグ。ストリボーグ。ストリボーグか。よ。ナイスナイス。おお。足りないかも。足りないな。あ、先が。ほう。ああ、変わってる部分。あれ、そうなんだ。受け高すぎて、ナイス。いつもの先飛びいけないんですよ、あれ。あ、へえ。なるほど。バフがナーフになってて。マジか。うお、エラ。マジか。インパクトもちゃんと。これは運。確かに、これは運。ジャスパー、全部運です。あれ。やべえ。いててててて。投げを受けれないぐらいまで残るかな。うわ、やっちゃった。なるほど。いや、マイドンマイドン。これ時の運なんで。時の運なんで。こう飛びを通ってるところもあるし。返されてるのもあるからバランスも難しいですね。そうですね。マジか。マジか。中足からね。マジで。また俺来たか。ストインパクト。まさか運じゃないのか。運じゃないこれ。じゃあちょっとシュート。わ。スラちょっと。使わないようにしてるんで、相手当日より。確かに JP はスラ刺さりそうだな。スラもう弾じゃないキャラに刺さるから。うっ、良くないタイミング。こんなんが来る。お、お、助かった。お、助かった。あはは、くー、いやー、まあ、苦しいこれ。まあ、良くない巻き方したな。まあまあ、時飲んだから。まあ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 。B 波、そうですね、B 波と設置してる時にラッシュは結構かなり、はい、あれでしたね、向こう警戒してましたね。ちょっと良くない感じでしたね。まあでも、なってるな。来ました、時の豪気。お、確かに豪気だ。なあ、世界初お目見え。
1800そうな色選んでる。怖い。何この色。なんかちっちゃく見える。こんにちは。ちっちゃく見える。うわあ、差し替えシャドウ。もうこのリード守ります。はい。強っ。あ、やばい。まあまあまあ。やばい、ヘリが踏む。マイナ5。でかすぎるな。あれ、マイナ1。マイナ5。ちょっとフレームマシーンになってる。頭バグるんで、あの技。うわぁ。そこ機体力少ないんすよ。あー、そうだから5マネギ食らうとすごい。確かに2000も差があるんだかも。一番差がある。うわあ、まあ、なるほど。1ラウンド目落ち。ラッシュ膝絶対向こう有利なんだ。ラッシュ膝。ラッシュ膝。膝が。ラッシュ膝。え、膝が、膝マイナス3になって、膝マイナス3っす、確定があったのがなくなりました。待ってたらラッシュ膝突っ込んできたわけだな、これ。ラッシュ膝が食らったらマイナス1ってことですか。ラッシュ膝、そっちが、あ、そう、こっちがマイナス1以上は絶対食われちゃう。なるほど。ザンギが絶対動けないんだわ。普通の膝だったら何だろう、コパンとかが安定するんですか。普通の膝はそうですね。ただ、最後の方の膝が下り膝が当たると結局ザンギが先に動きました。結構簡単に持続できちゃうから。マジか。ナイスザンク。すごい。もうわー、減る。いや、これ死ぬんだ。マジか。これヒーサルなんだって感じだったな今。いや、行ってねー。うわ、ここであれな、シベリアン、やばい、好き放題だこれ。前回バリバンだったのに。おお、マジ届くんだね。わあ、うわあ、そこで打ってくれた。うわあ、今の落ちるんだ。あざました。いや、練習です。これ救いメス。これ時の運なんだよ。そうす、明日は勝ってます。これ我が君何気に誰も口に出さなかったけど全敗で。いや、あ、マジか。本当か。運が悪かったね。いや、大丈夫です。いや、まあ明日も先方から4連勝なんで全然変わんないです。勝ち。でも練習は負けた方がいいって言いますよね。そうなの。負けた方がいい。まあ、一応格ゲー界では負けた方が次は勝ちやすいとは。情報を得てる。来た。そうなんですよ。サンキさんちょっと豪気自信ありそうだったんだよな今日。そうだね。ちょっと自信満々の動きで迷いがなかったね。なんか乾さんだけ回線トラブルか。八大強が強いんすよ。
でも昨日キャミー1000本ノックしたから。1000本1000本キャミーはもうね、1000本は嘘だけど。あ、思い出したわ、1000本もやったんだ。あの後俺マリーザノック5本ぐらいしかやってないけど大丈夫。じゃあ、あの俺の対戦相手ラシードノックあの100本ノックガチでやってるんですけど、あ、中足で中足でインパクトってんな。時田さんもナウマンさんもあとガチさんもここにはいけるっしょってなんならコメントもみんな言うんすけど、吉山部屋長ラシード戦100戦やってます。いやでもひなのマジうまくなってたと思う、さっきの試合びっくりした本当に。確かに本当に今全然違うエロの動きだった。やってナウマンさん、いやもう俺なんもしないっすよ。何どういうやっぱ e スポーツは v スポっぽいな、これは。うん、キャミー戦ガチうまかった。時戸さんの名言。e スポーツが強いのは v スポのイメージ。まあ、そ, うそれだ と, それだと次 v スポ対決なんでまずいんですよ。ああ、そっか、最初。あ、はい、あとガードしちゃった後あれも緊急クエストも起きた。緊急クエストね、緊急クエストみたいな。緊急クエスト、何モーハンには厳しいからね、これ。確かに。何だ、画面端追い詰められたらバイジャンプ。ネドのアウトフィット3かっこよくていいな。アウトフィット3がもう当たり外れがありすぎて。そうっすよね、後期はね、も別に後期はね、あれはちょっと僕には刺さんなかったっすね。ちょっとラシードの野球コースはちょっと野球っぽいコースは。あれ野球じゃないんじゃないですか、あれ。あれ、やっぱガチの考えたやつなんですか。いやでも白だとやっぱ結構野球っぽい。はい、買わないと。ガチ組が。はい、買わないと売り切れると。多分我々が大人気コース、大人気コースって言い続けたから、カプコンさんが信じた可能性ありますね。いや、でも、5の時点で全然売れてなかったでしょう。アイドルが怒ってたと噂の。あれ、大人気すぎて売り切れるって聞いたんですけど。あれの売り上げが賞金に反映されてるんじゃないかっていう噂があって、あれの次の年の賞金が安かったのはガチ君があのデザインにしたからっていう噂が。お、相手いっぱい来た。お、来た。行きますか。さあ。来週インパクトメディア開幕。あ、やっぱこれだ、アシストやつだ。とわりついてくるな。いいよ、いいのゲー、めっちゃ掴んでくる。惜しい。確かに投げ多い、先行がすごいな。掴みてか、しかもこのスキンか。それはわかんないけど。それはそれはいや、このスキンなんだっていう。多いよ、うますぎる。すごい距離が落とせる。これやってる。弱アシスト、こんなね。そうだね、いいよ。これ、これだけでダイヤいったもんな。あ、うわ、めちゃくちゃまとわりついてくんな。うわぁ、うわぁ、まあ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 、なんだあれ、イケイケな感じだな。うん、まだくるくるパンチはいった忘れていいっすね。あれはまとわりついてきただけ、うん、ちゃんとその2回ガードしてボタンを押すとか。はい、そうか、これ相手も V スポだったのか。そうなんですよ、ダイヤシユーザーだし、ちょっと話変わってくるな。うまいね、やっぱり。うま、空中投げが効いてない。見よ、はい、めっちゃ決めてましたね。ナイス判断できてる。オッケー、そう、いいね。ナイス、もう、ま、いい、ガチうまい。わー、お話しダイヤショー多いな。オッケー、まあまあまあ、まあ、たまには。オッケー、お、いい、でかい、ナイス。
う一回ガード、いいよ、ナイス、うまい、オッケーオッケーオッケー、あーまあ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 読めればね、ナイスー、ナイスです、反応早っ、投げがきつい、いい抜け、はい、投げ抜け、あ、これ大丈夫じゃない、あ、これ大丈夫、抜けない、オッケー、相手もう使えない、それあとは下段多いな、相手そう、下段の超アシストが、ダイヤシとこの弱系の、そうですね、弱アシストばっかりで、おっ、おお、うまい、うまい、やばすぎ、おい、はい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 、あんたに反射神経は V4、 はい、来ました、ゲージゴムよ、読み勝てないな、これか、結構投げる気がしてるのかな、やっきついマジできつい、まとわりつかれたな、これ投げ抜けてダメなんですか、ナオマさん、投げ抜けでもいい、難しいけど投げ読んだらもうジャンプした方が早くない、あーそっかそっか、うん、やりやすそう、ちょっとね、こっちを攻めて見られてました、たぶん紐からだいぶお願いします、ストライク基本的にめり込んでるから暴れちゃってもいいかもね、やらしいの、そっか、ヤバトンさんもリジェクトか、そうです、あ、タクは、そうだよ、これリジェクトの大会だもんないいよ、いいよ、ジュリー、ジュリー、これ相手やったぞ、これタイク出る、相手、おお、あれ、たまの時、これ振り、ナイス、相手は回復しました、攻めきれなかったな、オッケー、おいしい、お、高い、高い、あ、違う、うわ、違う、わー、足インパクトか、いや、中足はむずい、早っ、これはインパクトを今ギリギリ受けれるか、受けない、大丈夫だね、ギリ、課題はオーケー、課題は解決、チャンあるね、まだあるな、これは平井さんの試合この展開多いな、あ、よっ、うわー、来た、うわー、これか、うわー、そこで、あ、じゃあこれ、なるほどね、これなんだ、暴れ潰しになるんだな、まだラシード対策全然できてないんで、頑張ります、あれ多分暴れ潰してますね、わかりました、リスク飛んでこないですけど、これ抜けたいな、あ、いいですね、多分その OD ストライクをもうちょっと打っていってもいいかもしれないですね、アバチンさんガードうまいな、うわー、投げ投げ傘ね、多いっすね、相手多いっすね、受けちゃってるからな、
OK。 うまいっすね。ナイス。 OK、 いいっすね。それ刺さってますね。はい、OK。 意味投げしてかかりできてる。おっ、耐久は出る。ナイス。おお、いいよ。あとはこれ、パーフェクト返し。おお、ゴール。見てる、ラッシュ。やっぱオーディストライクを、まあモダンだからね、返せるっちゃ返せるから、いいね。今のところすごい通ってます。そうですね、確かに。困ってそう。いいですね、ゲージも回収して。また通っちゃうよ。あ、通っちゃう、通っちゃう、通っちゃうよ、これ。いいよ、通っちゃう。投げも通る、通らない。モダンドワイドして返さそう。ナイス、うまい。いいね。オッケー、ゲージ回復タイム。いい、そう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 、じっくり。回復使ってた。あれ、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 ゲージ使いが。まあ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 、三ゲージあるんで、あの困ったら。お小遣い全部使っちゃうタイプだ。貯蓄がない。オッケー、入れがあった、入れがあった。投げが来るよ。お願いが、お願いが。よし。おい、よしよし。おお、よしよしよし。よし、ナイス。オッケー。さすがに。初勝利あるか。勝ちたいっすね、これは。ノーラシード対策で勝って、勢いよ。相手の攻め手はやっぱラッシュがあるから。ラッシュ壊し、ラッシュ中段。ラッシュ壊し、そうっすね。大体ストライクで勝てるね、ラッシュだから。なるほど。そうすると相手がこれ振りづらい。どこだ、やべ。あー、それ打ってきたファクターだ。重力差が出た。オッケー、相手湧き上がってる。ナイス。お、ファウルした。ヤマトさんも出しか変わんないはず。そこまで、はい、これよりは上なはず。おお、マジで。なんか投げてる。おお、服投げが出る。すごい操作ミス感。ちょっと師匠、いやいや師匠結果俺っすよ。あー、ガードしてきますよ。よっ、アウトまであとチョイス。ナイス、オッケー、うまい。いい、オッケー、ハンド達成。あるね。いやー、間違えたー。おはラッキー、おはラッキー。いける、今は助かったぞ。ある、あ、まだ耐えられないんじゃないか、これは。いいよ、いいね。うん、オッケー、ここ取りたい。ナイスー、おー、やばい、やばい。36歳、大人の我慢。大人の我慢いいっすね。大人の我慢いいよ、今の。36歳だから我慢できた、今の。あの、打ちたいところだったからな。空中ヒットだったもんね。マジっすか。ちょっと緊張してコンボが出なかった。いや、足込んで全然いいっす、あそこは。いや、ファイバー、あー、惜しい、あー、惜しい、惜しい。隙間に入っちゃった。うわー、そっか。まあ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 、まあまあ、まあまあ、いいよ。相手に、ね、ここで芸術を合わせてリーサル取られれば、ちょっとそんぐらいまで追い込みたいですから。これ、あ、ま、まあ、まあまあまあ、いろいろか。走った時に本当にインパクト多いですね、山本さん。確かに、これ本番も打ってくるタイプ。これでも本番も絶対打ってくるんだよな、この人。うん、打ってくる。まあ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 。いいよ、ナイス。ありがとう。オッケー。さあ、オーディストライクもあります。あ、ナイス、いい。よく見てる。弾打ちたいんじゃないの？弾フェイクは効かないよ。フェイクでも SA 入りますか。俺が効く。ナイス、オッケー、来た。いいねー。いっちゃい、いっちゃい、いっちゃい。俺のするだけ。連打でもダメージ入れば関係ない。投げ圏内。いいな、これ画面端。いきますね、投げ圏内。これもオーディ。いけるか。
微妙に若干いいよ。まあまあまあ。おお。それ。トキドに発射を届けました。ヤマトン撃沈。アシード対策全くしてないのに圧勝でした。圧勝だよ。圧勝。圧勝。フルフル。圧勝。フルフル一応。シミニが支えましたね。ついに36歳の我慢。あとはヤマトンさんは本番でもインパクト来るだろうから。そこをどうにかできれば。だから別れを告げ。人間になったって言われてましたね。マジ極端だなこれ。本田からチュンリーは真逆っすもんね。めちゃくちゃ簡単なキャラから一番難しいと言っても過言じゃないキャラに。でもモダンだからある程度は動かせんのかな。うん、おお、まあ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 、ボタン押してくる。今回の大会の最多にファミリーってやばいな。多いね。いいよ、いい。この状態だ。そこ投げ行くんだったら最速でボタン押したいな。大丈夫か。よくらしい。うまい。いいね。いいね。勝負強い。いいよ。刺さった。陣雷かなり有効に。あ、いい、いい一文字。ねえ、ナイス。いいラッシュ止め。ナイス。オッケー、何か。オッケー。ナイス。じゃ、オッケー。いい反撃。勝ち込まである。バーンアウトはできる。3ゲージ向こうあるからな。ゆっくり通常技からキャンセルで削り狙っていこう。いいよ。ないか。お、オッケー、オッケー。マジでギリギリでガードした今。よしよしよし、いいね。最後勝てる。ゆっくりいこう、うん、いいやる気だった。向こうも SA 多分狙ってたから歩きでプレッシャーかけたね。相手読み強えな。相手ゲージ使ってるからいいね。いな、これ。そう、いいよ、いい。踏んじ蹴りも使ってこう。ナイス。いいよ。あー、しゃーね。もう3相手ゲージないよ。オッケー。おい、まあ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 。おお、うまい。おお、いい。あー、まあまあでもまあ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 。オッケー。ナイス。いいよ。かなりね、ハザーシュってくる。おもさんはハマってる。確かに。おさんあと5パンずっと連打してるかも。見てからなのか。ナイス。ナイス。対して、あ、5パン多いな。重なってれば勝てると思う。いいよ。
いい、あ、オッケー、今の立ち台系いい。ナイス。右サルです。チュケリーサル、しゃがむチュケリーサル。相手もなんだよ、ガードできるか。オッケー、なんでもいい、なんでもいい。オッケー、最大狙う。さすが、オッケー、最大強い、偉いね。いいねー、チームトジロ2連勝。どうコパーバレーだな、全部。うん、てか、ラッシュコパンの後のコパーバレーだから、中足と相打ちしてたけど、あれ、シャガチューに変えたら一方勝ちできるで。え、多分、お坊さんずっとコパン連打してるから。てか、起き上がりもすでに大パン重ねていいな、これ。そう、そう、そうだね。起き上がりに重ねられるところは、大パン行く、うん。なんか、あれ、犬井殿が今日いなくて、代わりに国兄さん。え、国兄の方なの？代わりに国兄あれ、国人の心を追っときますわ、セロスさん。あ、オッケー、オッケー、オッケー、確かに確かに。ゲストいて、ゲストいて。オッケー。あ、よかった、初めてか。お、国人なのか、これ。よし。まあまあ、吉田さん相手強しじゃないよ、勝久だよ。くそ。やばい。マジかこれ。あっ。この野郎。ダブルピピした。ダブル PP、 ダブル PP じゃない、ダブル PP だ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 、ちょっと早いな。おめ、粘ろう。 PPPPPP 粘ってこう。ダブル P ね、これエンジンかかりました。あ、来た、オッケー、あ、いける。はい、はい、はい、討伐したい、討伐、はい、あ、いいね。お、え、橋投げ強。え、あれタックルだとって有利フレームプラス3らしいです。あ、後ろの投げも持ってます。あ、それ強いね。強くね、強いじゃん。走り見たら無敵技とかなのか。止まんないか。あ、そうなんですね。走ってにインパクトですわ、俺。うん、インパクトは無理無理無理。あ、無理なんだ。あ、王子勝利だ。なんか一発当てれば。勝利を。あ、力逃げたい。よし、もう荒らせ。あ、ナイス。あ、いや、くそ。よしき。焦ってるよ相手。あるね。やれ。いや、今普通にラウンド勝ってたっすけどね。確かに。バーナさん。リーサルって緊張するんですよ。いやいや。さっきね、リーサルよくミスんなかったね。お坊戦。いやー、二回ミスたらもうさすがにね。最大取ってたし、いいよ。アイスさんいなくなっちゃった。最大、ナイス。はい、うまい。はい、いい。置き攻めること考えよう。どうする？いや、国人相手じゃこうだ。ゴロガイ。これは確かに。いいよ。ナイス。よし。よ。オッケー。早い。早い。早。これが若さだ。若さって俺も28っすよ。いやいやだいだい、若手若手いくつよ。あ、国に国に44だからね、今年44か。連打したいインパクト。オッケー。あれ、これあるぞ。ある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 。これ負けたら国に辛いぞ。お、国にも緊張した。ナイスー。おお、警告状行け。入るの、これ高いよ。これが一番高い。中フラ指導が最大だから。あ、でも中パンも補正の折るようになってリーサルだかわかんねえ。オッケー。でこい。あるある。あるある。パン。ケイ。オッケー。オッケー。もう今完全に波動拳読めちゃった感じだ。そうっすね。ね、剣側としては悔しいんだよな。取られたら。
ッケー、おいよく中継にした。魚偉い偉いな。しかも昇竜を警戒する余裕すら。あ、うわまあ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 、ナイス。これ、あ、でもあれか、そっか、女性が、女性で女性語だから女性された。ちょっと小づいたらインパクト絶対当たる。リーサルは過ぎたな。お、新要素、あ、大パンから撃つんだ。国民され運ゲーだぜ。怖くないのか。焦ってるな、これ。シャガチを置いてる、なんとか切り返していこう。いいよ、いいね、いい、ナイス、いいよ、うん、次のラウンドまで行けばたまるでしょう。いいよ、ナイス、オッケー、ナイス、引きつけろ、ナイス、え、かわいい、どこまで行く、どこまで行く、オッケー、あと1回投げ切れない、はい、オッケー、はい、いやー、暴れてた今。さあ激アツ展開です。うわ、マジか、うまい、待ってたか。ナイス、しっかり出る、オッケー、お、いい、いい投げ、いいよ、いい大パン、ナイス、出る、オッケー、やべえ、ミスター、シーオズイ、つけてくれちゃった、世代のゲージあるから。ナイスガード、オッケー、反撃、オッケー、オッケー、えらい、ナイス、オッケー、オッケー、大丈夫、それ大丈夫、それ大丈夫、大丈夫、大丈夫だよね、大丈夫、あ、オッケー、カプーバーだ、下克上、あれ、勝負、勝てる、多分削ろうとしてファーンと回復したね。あ、そういうことか、削り、あれ、いや、CA だから多分削れると思う、あれ、あ、なるほどね、最後のから、まあ、バーンしなかったら多分知恵だし削れると思うけど、削れるとかぐらい削れるっすよね。あ、めちゃくちゃ削れる知恵の初段、よしだけど、ちょっとゲージ見てもらったし、そうする、今これ国にね、結構来てるわ、相当来てる、これ来てる、うん、来てる、普通に俺は一生の器じゃないって、冷や汗たらありしてます。これ見てて思ったけど、これ投げ一生してるかも、あのね、話かシビーで、話か投げでシビーが強いから。確かに。ラシード戦ずーっとやってたらしいからな。いや、マジで100戦やってましたよ、本当に。マジで。ちょっと今のところその辺りはまだ。まあまあ、1ラウンドですからね。まあ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 投げ押さない、いいよ、間違え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 、あ、間違え、間違え、さすがに反撃はしっかりだ、ちょっと安いぞ、国人のゼロソノが高い、あれ、ラッシュ、大ピーか、シャガ台入る、あれ、あれ、ある、ナイス投げ、おお、うわ、これ CA じゃないから足りねえ、ミスター、あ、死んじゃった、これ、あ、そっか、これ当たるんだ、あの、キャンセル機を取りました、SS3、 オッケー、でもこれは、おー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 、やっぱ先ほどの試合のショックが響いてるか、心を折りに行けるぞ、これマジで響いてるわ、響いてる、後ろ下がりだ、あ、なるほど、もう分かっちゃってる感じだ、まだ倒してる、あ、やべ、まあ、ちょっとためらんかな、
ナイス。ナイス。惜しい。やべ。まあまあまあ。あ、でもちゃんとフォローしてる。フォロー、いいフォロー。いいよ。やべ、ラン使っちゃった。まあ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 。当たんないんだこれ。本番用が。本番用が。ナイス手段パリ。お、まあ、いいよ。なんか当たる。覚えてるから。タバ垂直してんな。タバ垂直らしいのに。一番。あ、これあれか。もうラン警戒してんのか。これうまいな、ホクニ。ホクニ、ディーバ早いな。なんかそういうタイプの人じゃないイメージなんだけどな。ディーリーバー。こういう細かいテクニック。やべ。ん？お？なんかログった。めっちゃラグ。まあ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 。これ太陽フレア。太陽フレア。また来るらしいな。ここまで届いちゃう。太陽フレア。来てるじゃないですか。まあ時の運すぎない、それはさすがに。時の運すぎて。本当に時の運。本当に時の運になっちゃうか。フレアゲ。全然明日あるかも。相手がコンボ見つけた。どっちのコンボ。コンボバナナ。太陽フレアで中止まであるよ。明日。中止。マジか。マジか。それは大変だ。でも回線繋がんなくなっちゃうから。あ、だから強人道来れない、来れなかった。多分また太陽フレア。どこすんの。あ、ラッキー。おお、ラッキーラッキーラッキー。これはもう死ぬやられちゃっていいじゃん。メンタルさっきのね。フレアかこれ。あ、マウントした。あ、あ、これ回復できれば。あ、いい。あ、いい使い方。いい使い方。これはインパクトまで視野。あ、いい。そろそろ。オッケー。ナイス。おわだ。コンボは？痛い。ナイス。うん、痛い痛い。あぶね、これミスなかった、死んでたな。でもまあ正直死んでた。いや、まあいつらみんな2割なんで。確かに。あ、オッケーオッケー、ついに偉い。しかもしかもちゃんと6に対応。6発動す。俺タイミングちょっとずれてますよね。まだシャガダイと行っちゃう民なんだけど。マジか。あ、そもそもラッシュがないからな。あ、オッケー。いい。いい。しかもルートがいい。ケイ。マジか。ナイス。ナイス。いや、これ前評判通りっすわ。僕には行きます。僕にこれ。百戦の片鱗はでも、あの弾を垂直してる時点であんまり見られなかったな。その三角首ジャンプ中盤だけ出てきたんですけど。あ、そうっすね。あれだけ。間違えたっぽい。ブランカな。ブランカだ。じゃあ大将お願いします。お願いします。頑張ります。よかったな、よしき勝つ。ああ、いや本当よかったわ。俺も今日初勝利。俺もそうだ。お互い今日が初勝利だもんな。初勝利です。マジか。いやでもね、なんかいける自信がある。まあそうね、順当にいったらゼロストが一番強いはずなんだよな、そのポジションは。なんか絶望感はない。お。おお。お、人形ついてないな。うまそう。うまい。うまい。うわあ、めっちゃ勝負。おお、俺強い。うわぁ、マジ？マジか、大系で。いやぁ、今のタイプ、たまげたな。これあー、でも残空、残空ガードされて、100機いったら対空されたんで、お時の運です。いや、上結構見てんのかな。いやー、そんなことないけど。どうなんだろうな。
1ラウンド目なんかやっぱ使いすぎてバーンアウトはそうだったね。あれだるそうだけどな。あ、2ラウンド目も。このワードなら生きてるんじゃないか。あ、これが弱体化したやつなのか。一応減らなく。あ、やっぱ効かないんだ今の。前だったら行ってたかもな。前うまっ。手出しちゃったな今。いいなぁ。全然意味わからん。あのブランカってキャラのあだしたぁ。マジ最強なんだよ。タイヤリでした。いやぁ、ちょ待って、ザンギとブランカかぁ。めんどくさそうなキャラっすね。ザンギはなんか攻撃と思ってたんだけど、なんか向こうも攻撃戦そこそこやってたっぽいな。やっぱ大パンめっちゃ強いと思うんですけど、攻撃立ち台パンチ。なんか立ち台パンチ。あ、まあ歩きが速くてリートがあるからね。中足がなんか思ったより強くねえなって、まあ俺触った軌道触った感じ。うん。中足普通っすよね。中足やっぱそんなに長くなくて足速いけどみたいな。高橋の中足だから。なんか全く同じリーチらしいですね。ああ、なんかそうですね。で特別長くもないただの8フレッチ中足みたいな。うん、おにぎりか。おにぎり食う。おにぎり食うしかないかも。5時ですよね。早5時はないか別に。5時集合ですか？明日5時から始まるっていうこと。あ、開始早いんだ。あ、じゃあディスコードのオリエンが5時か。で6時から試合の準備。試合の開始は第一試合は18時半。僕らはでも19時半ですね。そうですね、僕らは第2試合になるので19時半。 あ、へー、あ、そっか、3チームだから3チームだから1個ずつしかできねえや。あれ違う、4チームだ。4チームなんで途中からなんかどっちか最初必ず ABCD やって、うんうん、で3試合目から裏映さないみたいな。なるほど。すいません、じゃあ練習していきます。はい、明日よろしくお願いします。はい、明日お願いします。はい、またお願いします。お願いします。勝ちましょう。お願いします。ちょっと試合見直してみるか。せめてこっちには。もうこのリードをずっと守り切りたいよね。あ、下手だね。タクソだね。これ前半パンチ行くのもちょっと怖いんだよな。あー、これ下手。こう。一応立ち弱系が。スクリュー圏内。スクリュー。しっ
かりやってくるね。バーンアウトしすぎじゃね？どこ行ったらあのなんか時間使って行けますみたいな。バーンアウトしすぎだよね。圧力、いやーでも圧力が追い返す技だ。あ、でも分かったかもしんない。分かったかもしんない。ケインはねー、これ有利か。ラッシュ前中継、またバーンアウトしてんじゃん。いやーこれ百鬼襲とかで奇襲が通用しづらいとなるんだったらちょっと相性悪いかもな。またバーンアウトだ。3ゲージもある。あ、でも前、そっか、前中継から一応レベル3があるの怖いな。前中継ガードさせてとりあえずレベル3の圧を出されると。そうなんだ。対戦ありがとうございました。連携だ。剣でも食らったわこれ。ってんだな。普通の残空とか有効だったりするのかな。残空だったらなんか大 K には勝てそうな気はする。端まで行った時はもう変わんないからな、やること。あー立ち着キック昇竜。あ、いや、こういう連携も。なるほどね、いろいろ増えてんだな。こういうのも変えんのかな。あー、これは変えちゃうんだろうね。飛び道具の敵もあるから。あー、百鬼精鋭だっけ。百鬼精鋭は負けるとして、百鬼空人が、あー勝てないねこれきっと。これ打たない方が良さそうだな。ノーマルには勝てる。これ早出しされると、いや OD だったら負けちゃうな。お、勝てる時もある、負ける時もあるか。反応遅れたら勝てるな。でもマイナー4だな。あんまり有効じゃない気がする。だからやるんだったらこっちなんだよねきっと。こういう感じでいくのはどう。おお、おお、なるほど。手癖のダブラリはこれで本当にピンポイント2試合で1回ぐらいやるかやらないかぐらいのつもりで。これはでもだいぶフレーム周りは良くなってるな。これが反撃なくなったってことはおもむろにこれ打って2回転さすがに投げ前に。ああ、結構すかせるな。後ろ歩き、この技が鍵を握ってそうな気すんだよな。後ろに下がると見せかけてダメージを取りに行く。車間中継はしょうがない。今回でも残儀使いは嬉しい調整っぽいよね。剣でね、ジュニア君にやってもらって、剣残儀はかなり残儀側が嫌なこと分かったんだよな。後期も基本的には
その延長でやるのがいいのではないかと。ちょっとやっぱでも安いよな。何回読みがすのこれ。待った。9フレ。9フレってことは一応立ち台パンが近ければ、先鋭ここで、いや効率悪いな今の引き、立ち中継は OK。安いよ。ちょっとラッシュ。大丈夫か？あ、OK、01スタートでお願いします。このゲージを回復します。え、あここは大百鬼の出番です。リサル整えよう。さすがに？どうなのこれ、有効なのか。わかりやすかったって。頼む、残って。ギリ。いや今の波動拳絶対ダメだな。サードのヒューゴのテーマです。
これ打たなくてもいいっぽいな。これはラッシュから行きます。これ待って待って、わかった、シャッカー、おい、こんな感じでサクッと取らせてくれい。足払いとか、ちょこれ中足中パン100期生ゲージを使って。ちょっと遠いですね。よっ、あれ、
今の本って入んないんだっけ。はい、いいじゃない。あ、失礼、ミスです。若いところを見せていく。コンボを決めて、ショットしたかったな。トリマ使うでしょ。にちゃんとバーンさせる連携を本来組めるはず。どうする？よし、よし、孫さん、孫さんの蹴り。オッケー。置き攻めついてきません。今のは高校者か。いや、レベル2のコンボだな。うわー、すごい蹴りだな。はい、こんばんは。じゃなければタンギ。相手は飛ぶんだったら前ジャンプ。いや、手堅っ。
きすぎる。でも3ゲージ向こう何思う？追いすぎてるね。中足ラッシュの後では絶対に向こうが有利フレームカードしたら、大体の時やっぱ確認してなんかやった方がいいんだろうか。マジっすか？いや、スクリュー剣ない、スクリュー剣ない怖くて飛べねー。ちゃうやつ来た。これは確定じゃない？
どう？あ、まあそうか。よし、ラストお願いします。どっちかわかんねえ。うわ、超持続。これ中足の距離が見切られていきつつあるな。いいよ、理想の試合展開できてる。ちょいちょいちょい、あっ、ドライブラッシュを待たずして向こうより、前ジャンプせえ。ちょっと待って、台形アッパー前台パン、アッパー前台パン、弱達強達残技本田限定ありがとう。はよい、早い。
すすぎるでしょう。一応回しとこうか。と言いつつ回せないと。多いよな。後ろ下がれないっぽいんだよな、ザンギ。おお、なるほど。くっ、きつい。あっ。ここでちょっと伸ばすというのをやってなかったけど、ザンギさんやった方が良さそうだな。投げます。コンボはようやくできるようになってきたぞ。ここは使わずに、ここでいかに粘るかです、おそらく。あ、うまい今の下がり。あ、騙したー。
徐々に対応されてった感じだな、これどうにかしないといけませんね。あと1日やれる限りやります。何卒よろしくお願いいたします。頑張ります。気張ります。